不倫騒動が思わぬ方向に向かいそうだ、いまだ事態が収束しそうにない広末涼子の「W 不倫騒動」。「週刊文春」は第2弾としてラブレター交換日記を公開したと思えば、18日には広末の夫キャンドル淳氏が告発会見を開いた。 さらに22日発売の「週刊文春」が広末本人のインタビューを掲載しそこにはデビュー当時から所属するプロダクションフラームへの不満をのぞかせているフラームといえば今や戸田恵梨香や有村架純松本穂香、田中みな実など人気女優を多く抱える大手プロダクションですがもともとはマネジャーが広末と一緒に独立して始めたものつまり 広末のために作られた事務所と言っても過言ではないんですそれだけに彼女の存在は絶大だったそんな事務所のトップである広末が公然と所属先を批判したわけですから芸能界にも大きな衝撃が走っています 広末は文春の取材に対し、ずっと会社、フラームにアプローチし続けてきて、裏切られ続けてきて、前回の記事の返事に関しても、私の考えとは違うものを出されてしまった、と激白。いろんな疑いを私が会社に持ってしまった。んさんとつながってるんじゃないか、んさんをどうして擁護するのか、とかも含めて。過去のことから今に至るまで、 どうしても私が信じるものがなくなってしまったところでお話しさせていただきましたと拭いきれない不信感も吐露しているだが冷静に振り返ってみればそもそも文春の直撃に対し不倫していないと嘘をついたのは広末のはずそれを私の考えと違うものを出されてしまったと批判されてしまっては事務所もたまったものではないだろう 宮迫博之は闇営業問題でギャラをもらっていないと嘘今回の広末さんの件を見て闇営業問題の時の宮迫博之さんとそっくりだなぁと思いましたねと話すのは芸能プロダクション関係者だ闇営業問題とは19年に発覚した宮迫や入江伸也など多くの芸人が。 所属する吉本興業を通さずに反社会勢力の会合に参加し、ギャラをもらっていた問題だ。当初、宮迫さんは、ギャラはもらっていない、と嘘をつき、それが後々バレることになりました。つまり、嘘から問題が大きくなったわけです。ですが宮迫さんは吉本に無断で謝罪会見を行う準備をし、前日に吉本に契約解除されました。 会見では自身の闇営業問題はさておき、宮迫さんは事務所からパワハラまがいの圧力を受けたとの批判を繰り返した。これにより、吉本の岡本社長は謝罪会見をするはめになるなど、話題は闇営業から吉本の企業体質へと移りました。当時、宮迫が吉本の岡本社長から言われたとされる、お前らテープ回してないやろうな。 というセリフはその後芸人たちがネタにするほど話題になっただが吉本としては宮迫からかぶったとばっちりに怒り心頭だった広末も宮迫も発ったんは自分が蒔いた種広末さんも宮迫さんも自分が蒔いた種なのになぜか風向きが悪くなった途端に事務所批判をするようになったでも プロダクションサイドとしてはあなたの嘘でこっちは大変なんだよっていう心境でしょういいか悪いかは別にして事務所はこれまで何度もスキャンダルから守ってきたはずそれでピンチになったら全部事務所を悪者にするような主張は芸能界全体から信頼を失う行為でしょうね吉本退社後 YouTube を活動の中心にしている宮迫 本人が望むテレビ復帰は独立から4年経った今も実現していないまず事務所としてもタレントから嘘をつかれた時点でお互いの信頼関係は破綻してしまいますなぜなら闇営業でも不倫でも事務所は全てを把握しなければきっちりとした対応ができないなので 初めに文春に嘘をついたのは広末さんなのに事務所の対応に不満があるというのは事務所サイドとしては納得いかないでしょう長年事務所が広末さんのことを守ってきたのは芸能界では有名な話ですからそこがこじれるとなると救いの手を差し出す業界関係者は宮迫さん同様なかなか見つからないんじゃないですかね 40歳を過ぎて第二の黄金期を迎えていた広末今回の不倫騒動で宮迫の二の舞になってしまうのだろうか以下はネチズンのコメントをまとめたものです広末さんって報道されてないだけで実は過去に時短で済ませた他の不倫があったようですねおそらくその度に事務所は闇に葬っていたのでしょうなので広末さんの不満というのは 今回だって報道当初は不倫事実を否定してたので事務所はそれに合わせてなぜ隠し通してくれなかったのかということでしょうキャンドルさんと事務所がつながってるかどうかなんて実はどうでもいいというか関係ない話で単純に不倫騒動を起こしてほしくない事務所とキャンドルさんに対して好き放題やってもそれを容認して今まで通り闇に葬ってほしい広末さんとの対立でしょう もっとも広末さんは離婚して鳥羽さんと再婚されたいようだし一方でキャンドルさんは離婚したくないみたいだしと言って法的に不倫は下側に結婚離婚の決定権はないのでキャンドルさんの意図と尊重せざるを得ず事務所としてはもうお手上げで完全に泥沼ですね少しだけですが広告業界に従事していた経験から思うことがあります モデル、芸能人というだけでまだ売れない新人からちやほやされます自身が通るドアも周囲が開けてくれてメイクやスタイリスト等いたせりつくせりでお膳立てされますほぼ社会経験がない10代から芸能界にいると自分の意思通りに周囲が動いて当たり前自分の考えとは違うものが出されると感謝の前に「どうして?」となります まさに今回の広末さんの思いではないでしょうか。事務所に散々お世話になり色々尻拭いもしてもらってきて今があるのによく言えるなって思う人間性わかるわ。よく貧困法正ばかりじゃつまらないとかいうやついるけどそれには必ず悲しむ人や迷惑かかる人がいること忘れないでほしい。 そそれこそ自分に正直に生きて周りがどれだけ迷惑かぶってるかわからないのかな自分は許されると思ってるんだろうな本人は私とは考えが違うものが出されてしまったとか言ってるけど手書きの謝罪文も本音ではないんでしょうねとりあえず謝罪しときゃいいかみたいな感じかな文春にも電話しちゃって後々のこと考えられない頭なのかも こもともと演技うまいとも思ったことなし信頼感もゼロだし今後は使うの難しいんじゃないかな不倫とか事務所問題とかどうでもいいけど子供たちは母親と会えてるのかなキャンドル氏が家にいるのが嫌なら出て行ってもらうとかできないんだろうな母親不在父親はイベント出てるでどうなってるのか 作品とか CM とかたまに見てただけの一般人が叩く理由は別にないから現役アイドルでもないのにそこまで興味あった子供がちゃんと寂しい思いをせずに守られてほしい。